はようございます。今から朝食です。豪華、いっぱい食べましょう。はい、いただきます。はい、朝ごはんも食べてちょっとゆっくりしてお散歩です。お散歩です。はい、今から金輪湖です。由布ヶ岳なのでしょうか。あれは今日はよく見えます。わあ、結構人がいる。撮影スポットっぽいな。日本人はいるのかっていうぐらい外国の方の観光客で盛り上がっております。まあ、だいたい韓国語とかかな。おー、神社があるということでちょっとお参りをしようと思います。立派な杉です。すごい、湖に鳥居が立っております。なんか鳥が止まってますね。はい、金輪湖30分ぐらいで見終わりました。600円です駐車場代600円です。まあ、なんか400円っていうところもあったのでね、そちらがおすすめかもですね。アフリカンサファリ？アフリカンサファリじゃないですか、これ。すごい、でかすごいなアフリカンサファリにみんな行くよ。みんなアフリカンサファリの方に行ったよ。じゃあ我々はそれを素通りして、はい、行きましょう。宇佐市アジム町。アジム、読めねー。駐車番号ボタンを入力してください。さあ、野津夫婦おなじみとなってまいりました。滝を見に行きたいと思います。滝ですね。東椎谷の滝、レッツゴー。さっきちょっとあの棒が置いてあったのが気になるな。あの杖みたいな。でもね、あ、そうなんや。あ、そうだね。学んだね。わあ、すごい。すごいとこ来た。昨日雨だったせいもあって結構濡れてるので。真剣に参りたいと思います。妻さんがビクビクしながら登ってきております。怖いね。怖いよ。どん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 こんな感じに行きます。わあ、すごい、これすごいね。わあ、ちょっと近づいてみますかね。大きい、入らないもんね。すごい。ちっちゃい。来たぞー。わあ、こんなちっちゃくしてようやく入る。すごい。また夫くんが頑張って撮ってくれています。東椎谷の滝。すごい標高差。宇佐市、信仰発祥の地、宇佐へ。おお、はい、お昼ご飯に来ました。あ、夫くん、これやらなくていい。はい、イエーイ、こんなとこにも顔はめ。はい、よし、食べよう。
いらっしゃいませ。唐揚げ定食もすごい。美味しそう。そうですね。特製だもんね、そちら。稲庭中華そば。すごい。お、海岸。うん、うわ。うん。はい。おいい音。おいしい。出ました、おいしい。うまいね。唐揚げ、うん、なんか何にわかんない、うん、ある。熱いよ。うん、うん、ちょっと脂があるのがすごいさっぱりと締まって美味しい。こんな感じ。美味しそう。はい、完食しました。ごちそうさまでした。美味しかったです。お前だよ。クリア。わあ、すごいね。すごいね、これ。ついに来ました。宇佐神宮です。日本にある八幡様の総本宮でございます。ようやく挨拶に来れました。ちょっとだいぶ広そうなので。昨日今日で食べ過ぎた分を消費していこうと思います。たくさん歩いてきます。こっちに詳しい地図がありました。やば、あ、だって現在地、現在地。いや、広そうですね。いや、これ完全に広そうです。球場何個分っていうことですよ。怖いね。うわ、よし、じゃあ行こう。はい。なんかめっちゃ今回遭遇するね。神宮皇后ですね。そっちが八幡様、応神天皇じゃないですか。はい、今表参道の仲見世を歩いております。いろいろありますね。宇佐神宮でございます。では向かいましょう。神輿発祥の地なのか。おー、すごい。あ、こっち歩かないとかね。うん、広いな。
これ明治神宮そうやね、俺も思ったねぐらいですよ。やぶさめ、馬がいる。あそこで？そう、おお、ここでやるんだ。へえ。参拝前にとのことです。今御朱印をお願いしてきました。ではお手を清めましょう。お、鳥居だらけ、すごい。いや待って、あの奥に続く階段がこっち、あ、下宮、こっちは、あ、お年寄りの方とか障害のある方用にロープウェイがあるようです。なのでこの階段を登らずとも誰でもお参りに行けるということですね。なんてこった、令和の大修理を行ってます。最大門、おお、今令和の修理中だそうです。おお、おお、おお、わあ、開けた。お、さあ御祭神を見てみましょう。じゃん、はい、いや本当に今日来てよかったとっても青空が、あ、ここもここも令和の大修理でしょうか。あちらが1で、こちらが2ですね。で、3いきますか。2礼4拍手1礼、はい。大きい。で今度はこちらから参りましょう。こちらも1から3まであるようですね。ではご挨拶に行ってまいります。ようやくご挨拶に来れましたね。そうですね、うん、めちゃくちゃ広いし雰囲気もいいし、やっぱ格式高い感じがね、確かにするね。確かに、うん、また来たい、うん、あの大修理終わった頃に大修理また来ましょう。はい、はいはい、それではなんと今回は御朱印帳を新しくしました。はい、オープン。おお、みこし発祥のだからね。だね、これが新しい御朱印帳。そして、おお、かっこいい ね。令和6年3月18日。お、ということは来年じゃないですか、工事終わるの。そうだね。令和の大修理が終わったらまた来ましょう。はい。では宇佐神宮にご挨拶できたことですし、帰りましょう。帰りましょう。いい天気だ。いい天気だ。本当いい天気だ。昨日のは何だったんだっていうぐらい。本当だよ。いい天気。びっくりするわ。じゃあよろしくお願いします。はい。ちょっと分かりづらいけど海が見えております。このままバーって上がって北九州。ちょっと帰りはね、北九州経由で帰ろうと思います。怒ってるでしょうか。怒ってますね。
ただいま。あれ？いないね。あれ？全然来ないよ。ただいま。お。ただいま。お。ただいま。あ、そう。カリスマありがとう。はーい。ただいま。ただいま。お留守番ありがとう。お、ちょっとおおむねおとなしいよ。ね。何かな。はいはい、しずくさんもうちょっと待ってね。やばい、圧がすごい。早っ。なくなったよ。ちょっと圧がすごい。お、はい、お留守番ありがとうございました。ありがとうございました。